東甲信で150ミリ、伊豆諸島で100ミリ、東北で80ミリと予想され、これもちょうだい。その後、あさって夕方にかけての24時間には、関東甲信で300ミリから400ミリ、東北で200ミリから300ミリなど、ありがとう。はい、ありがとう。さてね。今回の台風は雨風ともに警戒が必要です。暴風域を伴って強い勢力が東京行くね、関東から東北にかなり接近するからなんです。予想されている最大瞬間風速は明日は関東の海上で50メートルです。50メートル35メートル、東北30メートルなど暴風が吹く。お水いらないの？速度が遅い。じゃあ喉乾いてない。お水いらない。雨にも警戒が必要です。関東は今夜も雨の続くところがあって、明日の日中はこの台風外側の雨雲がかかる予想です。その後日付が変わる頃、台風本体の雨雲がかかり始めます。肘をつきながら食べます。局地的には浮かせればいいとかそんな問題ではない。雨に気をつけてもダメ。そう、それはいいよ。それはいいけど、こうやってやって食べるのよ。こう歩いてね。またこの雨の降り方強まる。トリサイボール。を迎えるこのタイミングで風も強まる。サントリーの回し物。東北では木曜日の午後にかけて、東北では夜にかけても雨風ともに警戒が必要になりそうです。ありがとう。パンチパンチ熱々モッツァレラ。わの上では柿です。あれ全部溶かしちゃったの？うん、あやまだあるよ。東京都心の日中の気温は22度。チーズフォンデュやな。チーズフォンデュだよ。簡単にできます。いいよ、私食べてとってもいいよ。いや、まだ言えてたから全然言えてる。お腹空いてるから、みーちゃんここで寝にしててくれる？おっしゃ、食べますか。いただきます。いただきます。チャリンポー、ほぼこらへんちょー。見てごらん、ほら福岡県久留米市で37度6分、松山市で37度4分。いやいや、冷えないね、向こうにはね。総務省消防庁のまとめ、北海道は涼しいね。熱中症で発症した人は全国で71,266人となり、昨日の残りだ。平成25年の搬送者数をすでに上回りました。明日は東海や西日本で猛烈な暑さが続くとして、最高気温はこれ高速入ってんだよな。豚足？うん、500だから。引き続き熱中症に警戒してください。角砂糖3つ分入ってんのか。塩水操作は10年以上前から行われ、女子や3度以上の男子の合格者の数を抑えていました。東京大丈夫。おー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 あよ、はい、わーほー。全局長の保守試験をきっかけに入学試験の不正が次々に明らかになった状況を課題。割れない。割れ、はい、んじゃない、口で落ちろー。皆様、すべての大学の関係者の皆様、あなたも心より落ちない、申し上げたいと思います。分かったよ、はい、これ、これに先立って行われた大学の調査委員会の記者会見。ここで不正の詳細が明らかになりました。やる？まず、400点満点の入試試験。自分でいい、ありがとう。今年はこれいいよ、このまま食べてくれても。去年は13人に8点から49点を不正に加算していました。はい、ね、もうこれでいい。はい、どうぞ。二次試験。はい、視聴者の方からいただいたりょうくんのジョロキア、いただきます。辛いやつ、ジョロキア辛いやつ食べてるよ。現役と二浪までの受験生は20点を加算する。三浪には10点のみを加算。100点だよ。女子と二浪以上の受験生には一切加算はなし。はい、三浪以上と女子の合格者の数を抑えていたということです。
ワオのばあちゃんに渡して。賛同して医学部を目指している21歳の男性は。ずっと勉強だよ。ずっと勉強してきて平等に待ってよ見てもらえないっていうのはすごい怒りを覚えますね。さらに NHK が入手したこちらのリスト、ま、平成25年度の小論文の点数が記されていますが、元の点数に斜線が引かれ数字が書かれています。大学の関係者によりますと、昔から筋越しがもね、平成21年度から二次試験の点数操作が行われ、調査委員会によりますと、二次試験ではあまり差が出ず、大学の依頼を受けた受験生を合格させない事態が生じたため、一次試験の点数を不正に加算するようになったということです。高年生に加え、続けられていた女子の合格者の抑制、調査委員会が強く非難されるべきだと指摘しました。今回の不正レッドサラダにチーズは合うんじゃない？社会全般は私が欺くものであります。重大な女子差別的要素も含んでいます。東京医科大学を2度受験したものの不合格となり、現在は国立大学の医学部に通う女子学生は、大学入試に詳しい先生はこう指摘します。ありえない。東京医大女子がある男子よりも25点の中心発は圧倒的に中心発は男女のもう入れ替わり。じゃあおばあちゃん作ったポテトサラダだ。おー、いけいけ。おー、いけいけ。じゃあこっちにした。東京医科大学の理事長だった薄井雅子。ちょっと行ったと思ったらこっち。先も言ったんだよ、コロチョーってね、じゃあね、不正加点した事実自体は有無認定できるということであります。びっくりしたのびっくりしたのかもしれない。合格を依頼された受験者が入学した場合、寄付金を納めてもらったり、個人的に謝礼を受け取ったりしていたとみられ、不正な点数操作の動機について二人は、ちょっか同窓生から寄付金を多く集めたいという思いがあったなどと説明している。裏落ちてたまんまでしょ。非常に長い間の悪しき関係、全然ちょっともない。嘘よ。え、一周回遅れというか、うん、2、30年遅れたような発想。しょっぱくないのみんな、これしょってみて。え、何しょっぱ。え、俺の作るより味濃いっつって、これしょっぱくないの。調査結果の報告を受け、東京医科大学に影響を受けた受験生で、これ調査措置を決定するよう指示した。やばいでしょ。みっこの方はめちゃくちゃ食った今。大丈夫。そう。林文部科学大臣は今日入学。多分。いいよ。入学者選抜が公正に行われている。おー、行ったね、国君。全国の国公私立大学の医学部医学科。大体しょっぱくないよ。ですね、近畿研究に調査する。ほら、とにかくこういうしょっぱいもない。本当？食べてしたら。あんまりクイちゃんしょっぱいものダメだよ。すげえ食ってる俺それ。いける？会長が暴力団員だった人物と大丈夫？関係を明らかにしたことについて、スポーツ庁の鈴木長官は、あやだって。そんなこと言ってるの。であれば速やかに辞任するべきだという考えを示しました。しょっぱくない？こうした中、連盟は今日臨時の理事会を開き、本当にか会長の審査について注目が集まりました。まず慣れちゃうよね。いらないの？お金にあげる。臨時の理事会が開かれる大阪市内に到着した会長。辞任の意向を固められました。ちょうどしょっぱかったんだわ、きっとちゃんと。びっくりした、塩ってかと思った。ちょっと、ご飯ないとダメだから、うん、お茶漬けだね。日本ボクシング連盟は、
全国のボクシング関係者が連盟への処分を求めている問題を受けて、臨時の理事会を開きました。指摘されているのは、選手への助成金の不適切な運用や、審判の不正など。バカでしょ。しょっぱかったよね。しょっぱくないよ。でも水色なんじゃない？しょっぱくないの？喉乾いただけ。はい、くーちゃんの。なかなかあれだな、頑固になりそうだね。いい男は頑固くらいがちょうどいいわ。どうぞ。しょっぱくないでしょ。黒い交際、認めになったということで、もうこれ十分ですね。あ、まあ、これ事実は震えるぐらいしょぼい。びっくりした。動いた後だから食器あるもん大丈夫なはずなんだけど。はい、豚を見ましたよ。海を出し切るべきだとして、よく見て、よく見て。ペンについている。出さないで、後から出るよりはまだいいと思ってます。ですからどんどん出てですね、2020年を気持ちよく迎えようじゃないかなと。これに対して、あ、そのきっかけもあるんだ。オリンピックきっかけ。自分の道はちゃんと。そうだよ。全部 LGBT のやつも全部。自民党代表。オリンピックはそれない、それをしないことで誘致してるから。あ、みんな。プロレス、これがレスリング、ボクシング、相撲、アメフト、次なんだ。アメフトってあれないぞ。何？辞任届を出した理事の一人は、オリンピック。山根会長を辞任するように。ああ、ないんじゃない？もし受け入れられなかった場合は、解任に向けた手続きの可能性もあると述べ、理事会で山根会長に辞任を迫ることを明らかにしました。山根、待ってよ、山根。開始およそ3時間が経った臨時の理事会。山根。連盟によりますと、一連の問題についての報告や、JOC 日本オリンピック委員会などの設置を求めた第三者委員会についての検討が行われるということです。今来るよ。山根会長の審判も含め、理事会の検討が行われるということです。見て、お水入ってる。アメリカのトランプ政権が日本時間の史上最強とするイランへの経済制裁を発動しました。これにイランは反発。両国の高まりとともに日本企業への影響も懸念されています。経済制裁が発動されたイランの首都イラン。今朝のイランの新聞です。制裁を乗り越えるには国民は団結するしかないと訴えたロウハニ大統領の言葉を大きく伝えています。社会主義発動だな。市民からは制裁に怒りの声が上がっています。はい、はい、どういたしまして。ここで日本は手を差し伸べなきゃダメなんだよね、本当は。なんで核開発、北朝鮮にはあれだけど、イランにはあれってさ、やっぱりイスラエルだった。すんにイスラム教とユダヤ教は聞いたすんにとさ、なんだシーア派とスンニ派があって、またそれでサウジアラビアかな。今年5月、トランプ政権は前のオバマ政権が交わしたイラン核合意には欠陥があり、イランの核合意をオバマ作ったのかとか一方的に離脱。今回発動した経済制裁を史上最強としています。特徴は中間選挙でも目のもの見せてやるやめたりな。取引がある外国の企業も制裁の対象となるものです。中間選挙でもね、頑張れアメリカ。それに貴金属などの分野でイランと取引を行えば、アメリカの金融機関や企業との取引ができなくなる恐れがあるほか、これアメリカ人の民主主義に頼るしか、つけるしかねえわ。罰金が課されたり資産を凍結されたりする対象になります。あ、ごめん、みんな。
ティッシュ取って。このため制裁を恐れてイランから撤退する企業が相次ぐなど、多くの外国企業がイランとのビジネスの見直しを。ここで仮想通貨ですよ。やっぱりドルに依存してるからこうなっちゃう。仮想通貨だ。この自動車メーカーのうちマツダは現地での新規の販売受付をすでに取りやめ、ここで仮想通貨ですよ。いすゞ自動車も現地の部品の在庫がなくなり次第、生産や販売は停止する見通しです。さらに、今何も悪くねえな。2段階目の制裁として、今年11月までにイランの原油輸出を断ち切る。何も美味しいよね。ね。こうした制裁に対し、イランはホルムズ海峡の封鎖を警告。日本に輸入される原油の8割以上が通過する場所です。緊張が高まれば、今後国際的な原油価格がさらに上昇する可能性もあり、日本でもガソリン価格などが値上がりする懸念もあります。日本企業の関係者などを分析してみます。なんだ嫌なのか こいつ嫌なのか、こいつ嫌なの、みーちゃん。11人が犠牲になった愛媛県宇和島市で、4人が亡くなった愛媛県大洲市で、住民たちが黙祷を捧げました。やってるかなんか本当に安心に見える。放射が続く被災地課題となっているアラークバール、アラークバール、何言ってんだ。神は偉大なる。何言ってんだ。アラークバール、何言ってんだ。広島県東広島市へは保健師らが被災した住民の自宅を回って体調を崩していないか聞き取りを続けています。夜になったら怖くなってから怖いな。お腹いっぱい寝ることは寝ると痛い。なんで保健師らがこれまでにおよそ1000世帯を保護し、野菜食べた、復旧作業などこれしか食べてないんじゃないとか、食欲がないといった声も聞かれています。しょっぱいでしょ。すごいしょっぱいでしょ。しょっぱいとか、おうわぁ、しょっぱいとこあった。やばいでしょ。こっちなんてもないけどね、しょっぱいとこに広がっています。塩だもん、だってほとんどしょくて。松山市内のプールに招待されたのは、避難所などでの不自由な生活を強いられている愛媛県専用車の子供たちです。被災した宇和島市の中学校では、教員を目指す大学生のボランティアが、しょっぱいの、見たこれ、学習の指導をしていました。した結構大変だったんで、なかなか勉強も進まなくて、教えてもらえてよかったです。まあ、夏の英語で、今、4年生なので、受験も頑張っていきたいと思っています。今日はご覧のような項目をお伝えします。うまいね。青はフォアブー。秋篠宮ご夫妻の長女アメリカ行ったの、の婚約が内定している小室圭さんがアメリカニューヨーク州のロースクールに通うため、先ほど成田空港で飛行機に乗り込みました。スーツに水色のストライプ柄のネクタイを、すげえスピーチ、報道関係者などに数回会釈をして笑顔で応じていました。この人とはまたちょっと違うね。予定でニューヨーク州の高等学校が設置するロースクールに通うことになっています。将来国際的な商取引に関する契約書の作成などに携われるよう、ニューヨーク州での弁護士資格の取得を目指しているということです。内戦が続くシリアで3年前行方が分からなくなったフリージャーナリストの安田純平さん。安田さんは武装組織に拘束されているとみられ、
先月には安田さんと見られる人物が助けを求めて、安田さんではない。インターネット上で2回相次いで投稿されました。今日、安田さんの妻で歌手のミュウさんが記者会見しました。納豆誰も食べないの？これ。東京オリンピック・パラリンピックの競技の強化を目指し、大会史上初めて導入される最新の顔認証システムが報道陣に公開されました。大会が発行する ID カードに記録されたデータと、その場で撮影する利用者の顔の画像を機械が照合し、同一人物と判断されれば入場を認証します。ID カードの可視化による他人への成りすましを防ぐ警備の強化と、入場にかかる時間のスピードアップを図りたい考えで、実験では入場のチェックが 2.5 倍のスピードで行えたといいます。乳がんの治療のため去年から療養していた俳優の藤山直美さん、去年公演を中止した主演の舞台おもろい女で今年10月に復帰することになり、治療の後初めて公の場に姿を見せました。役者としてのそういう感とかインスピレーションとかスピードがどれだけ戻ってきているのか地方的なのかな、今わからない状態なんですけども、この人責任を持って藤山完備の娘でしょ、まだ舞台に臨ませていただきたいと思います。舞台おもろい女は10月8日から29日まで東京日比谷の劇場で上演された後、12月にかけて全国8カ所で上演されます。スポーツ100回大会で迎えた夏の全国高校野球は3日目です。第2試合は今年春の選抜で準優勝した智弁和歌山高校と近江高校、なんでキックするの？しかもちょぼちょぼ。選抜準優勝の智弁和歌山は2回、8番東、1塁2塁から。変化球にうまく合わせました。チーム打率4割中の智弁和歌山が下位打線で先制します。大近江は同点とし、5回7番山田。小さい頃からの夢の舞台で打てたと、大会第7号のホームランで勝利します。8回にも4番北村、いや昨日の旭川の一打出てればもう勝ってるのにさ、一打が出ないんだな。4年ぶりの初戦突破です。第1試合、伝統校同士の対戦は高岡市夏の甲子園で10年ぶりの初戦突破です。明日の第4試合、17校目の初戦を目指す花咲徳栄と鳴門が対戦します。日本大学アメリカンフットボール部の新たな監督に橋爪功氏の就任が正式に決まり、チーム再建への思いを橋爪功大きな期待と責任の重さ同じなの。橋爪氏は立命館大学の元コーチで55歳、重大な反則行為をめぐる問題で辞任した内田正人前監督の後任としてチームの再建を託されました。しかしチームは秋のリーグ戦には出場できず、今年の1回は公式戦に復帰できず、橋爪氏監督がどうチームを立て直すのか注目です。それ食ったら痩せる。私も選手と一緒に作っていけたらなと、単に日本一、フットボールが強いチーム、フットボールが上手いチームを作るというよりかは、日本一にふさわしいチームが作れたら、一代のあれもか、もうやめないしね、金が悪いね。
ナイトゲーム6試合です。パリーグ清水西武は高村が中央砲ツーランホームランを打ち込み通算1000打点を達成しました。ちょっとハムがね、普通のハムじゃない、普通のハムなんだけど高級ハムなんで味がちょっと濃い。気象情報再び平野さんです。おやおやおや、芋2つあればちょうどいい。ラスト1つ。関東から東北にかなり接近する。雨に警戒が必要なんです。男の子はね、あんまりポテトサラダ好きじゃない。ダメないね、ほんと。日中には関東地方、さらに外側の雨雲がかかり始めまして、日付が変わる頃にはこの上手くなったね、トニー。トニーくんね、2人ね、いたんだよ、ガガガガガって。ちょうど朝の通勤通学の時間帯重なりそうですね。そうですね、特に太平洋側を中心に交通機関にも影響が出てくる可能性が。台風来るとなんかワクワクしない。雨風に気をつけたい時間帯を見てみましょう。こちらです。関東は明日の夜から木曜日の午後にかけて食べたな。夜からごちそうさまでした。バッチーめちゃくちゃ始めた。どんな風になるのかを見てみましょう。関東甲信が多いところ反抗期。